じゃあ次のクエストに行きましょう。次は何だったかな。そうだ、びっくりマークが出てたんだって。話しかけます。いくつ目？才能の差、まあ天才だからね。いや、ヤマトのくせに生意気なってやつ。どういうこと？もしかしてこっちの方が年上？こっちの女の子。鬼の数で勝負よ。よく待ってた。資質？おお。特別な存在なのか。あちら側、あちら側って出た。収入量満載の言葉。あちら側。優秀とか褒められすぎやろ、ちょっと。よし、新たな任務行ってこう。任務追加。任務、2個増えてる。また雑魚を倒すと、もうめんどくさい雑魚倒すの。カットしまーす。そういや、てめえどっから来た？歌方の出身じゃねえって話だが。霊山ではありませんか？あの辺りは人材も豊富ですし。まあ、ご存知ないのですか？ご存知ないのですか？説明いたしましょう。語りだした。おい、こいつに説明させると長く。ここ中津区には歌方を含む複数の里によって周囲を守られています。歌方、白縫い、いざよい、うつせみ、その他いくつかの里が存在します、はい、さらにその中央にはもののふの本拠地霊山がございます。神垣の巫女やもののふの養成機関があり、政治、文化の中心として機能しております。そうは申しましても、一つ一つの里には独立した統治権限がございます。いわば複数の里による連合国体制、それが中津国の仕組みなのでございます。この体制の良いところは、おい新入り、こいつは説明魔だ。下手に説明させるようなこと言うんじゃねえ。おや、どうされました？富岳様、まだ説明の途中でございますよ。いや、ちょっと用事を思い出した。先に帰らせてもらうぜ。次からこうやってみんな使おうね。なんと残念でございます。致し方ありませんね。さあ帰ろう。では先ほどの続きから、自分も用事を思い出したんすわ。帰らせて。いや、立ったまま寝てません。そもそも霊山というのは延々と続きましたとさ。めでたしめでたし。お疲れ。さあ次行きましょう。はい、物言わ5体討伐ゴー。頑張ってくだ。カットします。はい、終わりました。あれ？イベントが始まった。げ、それに富岳も。これは皆様、奇遇ですね。珍しい組み合わせだな。任務の帰りか？そんなとこだ。それより、げってのはどういうこと？げ
ゲゲゲのゲーっていう意味だよ。な、なんでもないわ。気にしないで。あんたの人相が怖いんだとさ。確かに、堅気って顔じゃない。よう、伊達男。ここでてめえと白黒つけてもいいんだぜ。こっちの方がイケメンやと思うよ、俺は。ちょっと、喧嘩はやめてよね。私のために争わないで。やれやれ。もう、これだからお子様は困るのよね。お前が一番お子様だっつの。びっくりした。仲がいいのやら悪いのやら。漫才やん。さあ早く次のイベント。お疲れ様。何もない。依頼が増えてる。狐と一緒におった荒野。あなたは。あなたは。こんにちは。あの時の天子は元気ですか。元気ですよ。ずっと気になっていたんです。あの、お名前を伺ってもいいですか。めいめいです。私はキッカと言います。キッカ。読め。私もここで働いているんです。立場は違いますが。一緒に頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。天子はとても賢いんですよ。まるで私たちの言葉がわかるみたいに。よかったらいろいろ話しかけてあげてください。アイテム取ってってくれるしね。よっしゃ、アイテムを取りに行こう。ありがとう。なんか高そうなやつ持ってってくれてほしい。ありがとう。何かよ。任務は次の任務を。お疲れ様。次の任務は出ていないじゃないか。依頼も出てない。君か。天子はと。よかったら。違う。びっくりマークない。あれ、イベントが始まるわけもなく。一体何なんだ。おった。よし、イリ、てめえに聞きたいことがあるんだが。なんだい。空を飛ぶバカでけえ鬼を見たことはねえか。オープニングであったやつかな。知らねえか。ならいい。もし見かけたら知らせな。そいつは俺の獲物だ。あんた飛び道具持ってないや。あ、皆さん本部にお集まりですよ。はい、お頭より作戦の伝達があるとか。それではお仕事頑張ってくださいね。はい。全員集まったな。ヤマト様、作戦とは。全員集まったよ。ここしばらくモノノフが大型の鬼に襲撃されている件は聞いているな。これ以上被害が出る前にこちらから仕掛ける。こちらから仕掛ける。いいね。反転攻勢といきますか。おとりのものを放ち鬼を誘い出す。そこを一気に叩く。オーカ、おとりの隊の指揮はお前に任せる。またオーカがおとりになるんか。鬼が現れたらのろしで知らせろ。お任せを。残りのものは里で待機。のろしが上がり次第出撃して鬼を撃て。何か質問は。聞いときてんだが、敵の中に羽付きの鬼はいるか。今のところ確認されていないな。羽付き。そうか。ま、さっさと片付けようぜ。そうだな。すごい顔。作戦は以上だ。奴らを駆り出す。各自準備にかかれ。荷物追加。さあ行くぞ。なんか話しかけた。
一部を持って帰ってこいと。了解。さあ倒しに行くぞ。増えてるかな。鳥作戦その1その2。でかいのを倒せと。またこいつらか。頑張ってく。じゃあ行きましょう。使い回しの杖が多いな。もう慣れたって。効果が鬼を引きつけてるはずだわ。よし急ごう。まさか2体とか3体とか出てきたりせんやろうね。効果お待たせ。待ちわびたぞ。さあ反撃だ。あー続くの時間だ。飛んだ飛んだ。待ってこれ。続きますます。当たらない。なんかそれ痛い。だいぶ効いた。出てきたぞ。まずは足を壊す。足が全然壊れない。離れるんだ。いや、おらん。足を壊したわ。疲れた。うわぁ。まだかなぁ。向こうにも行けまーす。なんかブルブルなっとる使っても大丈夫。先輩こんな雑魚に負けないで。壊れるかな。まだまだ。あ、熱くなった。はい、はい、来た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 。はいはい、痛いよ。どんどん壊れよう。壊すのもいいけど、みんな取るのを取ったって。攻撃しないで取ったって。壊された。痛い痛い痛い。回復しないと。回復される。回復したらめんどくさいんだって。俺も手伝ってくるの。僕の手入れからガードしてる。ああ、もっとや、もっとや。もっとや、もっとや。もっとや、もっとや。なんで追いかけるのさ。手伝ってよ。二人でやった方が早いから。向こう取り出した。こっち終わったらすぐ行くよ。オーカは引き付けとってね。これは早い。ぐるぐる回るよ。これさあ、じゃあ次は押し出しを。もう取れたよ。でくるくる回そう。みんな手伝ってー。あー、俺も手伝ってくる。敵が一つに降りると手伝ってくれないのか。これさぁ、どうですか、どうですかさん。その名前、なんて言われた。よし、どこだ。
避けてる。避けてる間に攻撃は自分に近づいてくる。ここは前の爪と前の爪と頭の角。でこうさんと割れてしまうと思うな。避けた避けた今だ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 私なんか避けたぞ。今の進行した今の進行し全然全然動くなくなかった。全然ダメージ与えてないということだ。ちょっと外れたトンプが跳ねてる。これはバレバレしまえ。もっとバレしまえ。危ない。大丈夫だよ。さあ今先行使っておけ。一番強いところになった。分かった。いや。ぐるぐる回ってるよ。食らうとグッと振ってるんだけど、どうだか何するの。ミスがあった。はい、音は大丈夫。うわ、壊したて。ダメだ、壊れない。ちゃんとしまえ。ちゃんとしまえ。早く壊さないと倒していきたい。オーラーが全然いい破壊をしてくれないから辛い。あとちょっと、あとパンサー、やばい、体力もちょっと少ない。攻撃するなし、攻撃するなし、終わってしまう。攻撃するなら頭にして、頭にゴッと振っとるんだ。オーカさん飛んできた。これはチュー、あかん、そっちあかん、そっちじゃない。もう倒す、もっと頭壊さない。頭を壊さない。頭に想像した。頭に死ぬんだ、頭に、みんな頭を狙うんだ。そう、こっち向いてない。こっち向けよ。頭向けろ。うわー、倒してもだ。もったいない。全破壊ができなかった。また白い糸。悲しい旅。
全部破壊が出なかったよ。いる。あとちょっと足りなかった。まあいい。作戦その2、風切りさん、風切りのライオンの旦那を倒しに行くぞ。ライオンさん、さて行くか。さあ行こう。遅れるとまたドヤされそう。ドヤ。美人の危機に颯爽登場。俺でもいいぜ。遅い。そのお母さん一人で倒しそう。これ分かったからなって、まあどっちかに変えてるやん。何かしら、全然赤い感じなんですか。回避ミスも当たってないっていう意味で分かる。さっさといろんなことが増えてて、これ1回だけになる。確か変身するかまだいい。何か何かなるかって何か何かなる。おお、変身されたさっさと。とか言いながら全然ダメだ。ちょっと聞いてもらってきた。痛い痛い。痛い。どこに行った。走ってきた。ちょうど当たりました。ビリーン、ビリーン、ビリーン。伊吹さん倒れそうや。ああ。走ってきた。走ってきたけどダメだ。ああ。そろそろ壊れたの気にしよう。うおー、吹っ飛んだ。食われるんだ。そうそう、ほら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 、必殺が溜まったから、そろそろ即死です。で、即死だったところを素直に当てる。一生パターン本気だった。何を聞いているんだ。でも何もしない。あらば、やっとよ。あれ、この滑走路だ。何をしているの。
さっきのライダーのオーラ。走りすぎ、走りすぎ。このまま走ってこい。剣だけかい。いっぱい出るから、なんなの？よし、壊れるよ。なんでこんなに攻撃与えても何も壊れないんだ。一回壊れてさっきのバカバカバカ壊れた。痛い。うわ、まっかや。よし、壊れろ。壊れない壊れてしまう壊れた、ちょっと床に戻るか床に戻るか壊れたはい、まだ行きますとかはい、バカも壊したそして、いろんなところを壊すどこも赤いから、起き上がりごとに来てで、そろそろ切り刺すとこは遠い、遠い、遠い向こうゲット痛い痛い痛い足と前足痛い痛いあどこ行った？めっちゃ遠いやん。倒れてるし、ミキさん。大川さんも倒れとんで。いやちゃんと近寄ってこいよ。同じ攻撃したじゃないか。お母さん。前足はただ尻尾を壊すんだ。よーそう、尻尾を壊す。ちょっと沸騰される。吹けてる。何をしてるんだ一体。あ、足を壊してた。バランスが取れてないか。届いた。オーバーした。遠い遠い何どこ行ったまた走って行ってボケてる早く尻尾切るんだ届いてないしっぽ消えたぞしっぽどこあったあったしっぽしっぽいや、大岡さんそろそろこっちでやってくるくるくるってやった早くなったミミキさんそこで取ってみとっておとりだおとりこれこれそろそろ変身するぞそろそろ変身するぞこいつもう最後で半分になってないこういう結果
ら取り戻せない。ちょっと落ちたところでまた足がポワすんごい強いこと金攻撃だ。金攻撃で一撃使ってる。じゃあそろそろ先輩痛めてる足がほら消えた。一撃使ってる足が強いぞ。誰だれあ、ストロー次、ストロー逃げていった逃げていったよ。何が進んでいくんだ。終わりぞ、終わりぞ。またポケるんじゃん向こうで。もうめんどくさいこれ。なんちゅうめんどくさい狩りだ。終わりぞですよ、見せウォルさんが戻ってくるかな。お、変身か。そうそう変身するか。変身しなーい。解けたな。解けた。これ太陽どんなくらい。もう4分の1しかないやん。そうそう、返信しないと。返信しないと、壊れる前に終わってしまうよ。来たか？うわ、返信しない。どういうことですか？返信モードですか？返信してくださいよ。来たか、来たか、来たか、来た。ここはさ、また逆を壊されちゃった。あ、しょうがない。おい、落ちたか。今、お兄ちゃん。なんか、うわ、あっちに。おぉ、めっちゃ吹っ飛んだ。こいつは風属性っぽいな。気を逃すな。うわ、またまたしてもまたしても全破壊ができなかった。悲しい。今日も生き延びたぜ。何しとんこれ。バリア張っとるの。花と散れ。それ大丈夫だよ。もう終わったよ。足長いな。一匹取るだけやのにこんな20秒もいらんて。はい、お疲れ。あー、もったいない。はい、クエスト終わりましょう。ご活躍。ないな。松橋の腕と野槌20。野槌か何か分からんけど、とりあえず押しとこう。誰やったっけ、キッカさんやったっけ。こんにちは。ほんと、鳥とか怖いで。キッカ張ってるんですか、この人。やるなぁ。ほう。大きな岩が見えますね。
みんなよく分かってるよ。みんな大変なんだよ。任せろー。赤月やほおずきさんはやってもたんか。あ、それでか。復讐のために頑張っとんか。呂布みたいな顔しておけど、気が向いたらってそんなって言うわけないや。頑張ろうぜ。で次はいよいよもしかしたら空を飛ぶ鬼が来るんかなといったところで今日は終わります。ありがとうございました。